日本中国地方山陽地方岡山県倉敷市、倉敷中島中島は、倉敷市倉敷にある地区である。かつては、久保屋郡中島村であった。現在の中島小学校区と、おおむね同一である。総人口は16,321人、世帯数は6,597世帯。郵便番号は、710-0803。 倉敷市中心市街地西方にある郊外型の町である。もともとは、この地区は、木々の穴開と呼ばれる海域であった。中世末より、徐々に干拓が行われ、江戸時代中期にはこっちで、東西分岐した高橋川の間で、良島の北側に位置する、南北に長いデルタ地帯となった。中島という地名も、この地形に由来している。江戸時代、 元那三年に、備中松山藩主、池田氏の開墾により、久保屋郡中島村となり、官営十九年には、池田氏女風により、倉敷大官所管轄となる倉敷支配所となる。一時期、亀山藩飛び地を経て、田中藩飛び地となるが、再び、倉敷支配所となる。明治期になると、左欠、水江村と合併し、中洲村、 調整志向で中洲町を経て、旧倉敷市に合併、さらに新倉敷市となり、現在に至る。現在は、水江砂欠とは、地区が分かれ、中島は単独の中島地区となっている。地区内を主要幹線道路が付設されており、東西に、旧国道2号線と、国道2号線倉敷バイパスが通っており、地区生端で、両道路が交差する。 また、地区東よりを南北に、岡山県道396号線186号線が、通り、北東端で、旧国道2号線と、南東端で、国道2号線バイパスと交差している。このように、東地区は、道路交通の要所となっているため、交通量が多く、道路沿いには、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、自動車ディーラー、 飲食店などのロードサイド店舗が多く立地している。さらにもともとは郊外型の農業地帯であったが、道路交通網の発展に伴い、農地は次第に住宅地と変貌していき、人口は大幅に増加した。また地区外になるが、東側に水島臨海鉄道球場前駅、西富井駅、福井駅、北側に山陽本線西主駅が近くにある。 大部分は、小学校は倉敷市立中島小学校区、中学校は倉敷市立南中学校区となる。一部は隣接学区となる。ありがとうございます。